主権兵は中国語官、三国時代の占い師。権兵が中字は不明。予習敗国の人。主権兵は人相美の達人として当時有名であり、その自責は三国士、片義伝において記述されている。民間にいた頃からよく占いが的中していた。曹操が義皇の頃、その噂を聞いて主権大らを招き次郎に任命した。 総比が、主立て平らに自分や、側近の者の人相を占わせたことがあった。主権兵は総比には、寿命は80歳ですが40歳の時に、いささか災難がございますのでお気をつけくださいと、加工武氏には、49歳で収穫になられますが、その時災難がございます。それを切り抜けられれば70まで生き天使の貢献にまで、登られますと、総評には、 韓国を預かられますが57で、きっと陛下に会われます。お気をつけくださいと言った。総妃は、紀発7年、40歳で帰徳になった時、手立て平が80と言ったのは昼と夜を別々に数えて言ったのだ。わしの命もこれまでだと言い直後に死去した。過去武たけしは49歳の時には、演習死士となっていた。12月上旬に大病をしたので予言のこともあって、 覚悟を決め遺言その他の準備をすっかり整えたところ、病気は解放に向かい年末には、すっかり良くなっていた。大晦日に部下を集めて、主演を開いて、病気もすっかり良くなり明日年が明ければ50歳だ。なんとか予言の年も、無事に済んだと言ったが、主演が終わった後に若かに病気が再発しその夜の、うちに死去した。総評は、総王となっていた十七歳の時、 妖帝双方に変えて、年長の皇帝を立て、皇帝をしのぐ権力を持つようになっていた、芝居の三奪を阻止しようという王の計画に乗り、発覚して自殺を命じられた。ただ、王祝他予言が当たらなかった例も、三国四方義伝には記載されている。また、馬の層を見ることにもたけていたという、主権兵は、既発年間に死去した。陳寿。 三国七熊学芸文庫版4巻 P347 から350ありがとうございます。